皆さん、こんにちは。株式会社メリバの代表取締役社長、大石と申します。よろしくお願いします。本日は2部構成で最近始まったオンライン電話診療についてお話をしたいと思います。まず、前半戦私の方から、この制度がどういう風な趣旨で、どういう経緯でスタートしたのかということをお話をさせてください。あと、その後、私どもの取締役の小松の方から、 その制度の詳細ですとかあと運用方法についてお話をしたいと思います。はい、まずはですね私あのどういう立場でお話をするかといいますとあの現在規制改革推進会議というのがありましてでそこの医療介護のワーキングの座長を務めております。で今回ですねこのコロナという、えーまあ、非常に大きな え、敵に対してどうやって、ま、医療界が変わるべきなのかということについて、ま、通常のこの規制改革推進会議の動きとは別に、特別なタスクフォースができまして、で、そのタスクフォースの委員も務めました。で、なので、今日はそこら辺の経緯をお話したいと思います。で、え、今からお見せする私の資料ですが、これはあの、実は、え、3月27日に、え、急に自民党本部に呼ばれて、え、新型コロナに対してオンライン診療っていうのは何ができるのか、 また現行のオンライン診療の制度ですね当時のですねがどういうふうな課題があるのかについて説明してほしいというお話がありましたでそのかということとをををちょっっ資料を使ってお話をしますで,その後ですね今の施行された制度についてどういう経緯でそこまでたどり着いたのかということをお話をさせてください。